ホークス先発は東浜、オープン戦初戦のこのマウンドを任されました。まあ、初回いきなりこうヒット許すんですね。そうですね、はい、ちょっと立ち上がり、ボールが高いですよね、まあ、硬さもあったと思いますね、はい、糸井にもツーベースを打たれます。ただその後ボール3つと苦しんだんですが、 T 岡田を打ち取りました。まあ、これも2ボールからね、はい、甘いボールではあったんですけどね、はい、そしてこれは3回2アウトランナーなしから足立が3ベース。ここも東山ランナー背負うんですが、今度は糸井をショートフライに仕留めます。ピンチを出します。結局東山4回無失点という投球内容でした。そして東明は今日3回投げるんですが、これは中村を三振に、しかもその後内川も三振というね。そうですね、はい、しっかりインコースもつけてましたしね、低めへの制球力、はい、非常に良かったんじゃないでしょうか ね、 うね、まあ、2回ランナー背負うんですが、松田をピッチャーゴロ、併殺打に打ち取りました。今日はまずまずのピッチングを展開した東明。そしてこれは綾継の肩、初回瞬間を刺しました。はい、非常にねこういう肩のアピールっていうのは大きいですよね、うん、はい、今度足立も二塁タッチアウトのシーンです。サウスホーではホークス柳田、最初の打席は三振だったんですが、その後代打からは逆方向レフトへのヒット、さらには今度は引っ張って一二塁間、まあ最後なんかね、はい、非常に強引さも出たんですけどね、まあそこが柳田選手のいいところですからね、はい、松田選手はこれは変化球をしっかりねピッチャー返しという、ね、形になりました。まあチャンスではねしっかりね結果を出してくれますね、はい、今度今宮、これは思い切ってボールを叩きました。レフト線へのツーベースヒット。そして中島のバッティングをご覧ください。3年ぶりの日本球界復帰。そうですね、はい、注目はしている中でね、やっぱりこうやって結果を初戦から出すっていうのはね、さすがですね。そうですね、